笠原さん、笠原さん、いやおい、菅野さんとの一番の思い出教えてください。シンプルだね。野球はたくさんあるんですけど、やっぱ菅野さん家に泊まった時に一部屋がゴルフのパター練習場になってるんですよ。あと打ったりもできるんですよ。そこで2時間ぐらいパターとゴルフのアプローチのことについて話した。野球じゃないけど野球しようよ。